石水寺は山梨県甲府市場石水町にある寺院。宗派は臨在宗明神寺派で、産後は万象山。本尊は釈迦如来。所在する甲府市場石水町は甲府盆地北園のほぼ中央、甲府市街地北部に隣接する武田神社の北北東方向に位置し、石水寺は溶岩山の南西六の標高を約530メートルに立地する。 海祖は行儀とされ、海の国史によれば古くは石水寺と呼ばれたという。海の国社記、寺記によれば南北朝時代に無僧祖籍の皇帝軸峰を中高海山としたという。高城佐旗によれば戦国時代には溶外山に武田信虎が交付し、武田の筒子が先官の爪城として溶外山城が築城された。信虎��南の春信は 英章18年11月3日に、洋害や真っ白において誕生したとされ、境内には産湯を組んだとされる井戸である産湯天神が残されている。戦国期には、武田氏が主催する和歌や連歌会が行われ、積水寺の他甲府では、一連寺や、御子とから田寺、東光寺などの寺院で開催されている。天文11年3月9日には、 小前高次郎祭が当座を務めた歌会が行われ、天文十六年四月五日にも霊勢ためはを招いた和勘連句が行われている。時報として、天文十五年七月二十六日に、五奈良天皇直使として下校した三条西佐ネズミ、四筋紀園を招いて行われた句会の記録である、武田春信和勘連句長や、江戸時代に、古洋勢天皇御子の八宮が順法親王が、 愛用したと伝わる硯箱、タバコ本が伝来している。近世には、慶長8年に徳川4部行から積水寺村内に、事業を安堵されているが、販物は、火災で失われている。新元号の産湯を組んだと伝わる井戸。ありがとうございます。